こんにちは、ゲルです。今日は4月の18日ということで、今日もコメント読みをしていきます。ちょっとさっきはね、オンラインレッスンのちょっと映像をちょっと撮ったので、そのままこれ撮ろうと思います。じゃあですね、プロがみんな使う最上級者フォアボレー、普通のボレーとの比較っていう動画のコメントを読んでいきます。A0731さんから、コメントをいただきました。早いファーストサーブに対するブロックリターンと全く同じですね、ってことで。そうですね。まあ、全く同じ。そうですね。まあ、ブロックリターンするときは、イースタングリップで、まあ、やっていくんで、ちょっと握りが違うかなとか、コンチネンタル、そうですね。コンチネンタルで縦回転系のリターンよりは、イースタングリップの縦回転系ブロックリターンか、コンチネンタルのスライス系ブロックリターンの方が僕の場合は多いんですけども、これはどちらかというとボレーだからこそできる、まあ、やりやすい状態かなと思っていただけると思います。じゃあですね、Mさんからのコメントでいきます。お、いよいよ動画が出ましたね。最上級者をガクブルってことで、コメントいただきました。そうですね。まあ、最上級者用とは言ってますけども、肩が使える人からすると、結構簡単じゃないかなと思うので、肘の曲げ伸ばしをやってた人からすると、ちょっと難しいかもしれないですけども、肘の曲げ伸ばしではなく、肘を伸ばした上で、肩をこう使える方からすると、あ、意外と簡単ってなると思います。正直ね、何に似てるかというと、コンチネンタルグリップの、玉出し、コンチネンタルで玉出してる人は、この玉出しの感じをそのまま来たボールに対してすればいいんだっていう感じなんで、かなり近いと思うんですけども。まずい、ちょっとね、ぜひやってみてほしいかなと思います。まあ、このボレーを習得するためのステップっていうのはまた別に動画を撮ろうと思っているので、ぜひね、このボレー興味があるなっていう方は、ぜひ今後を楽しみにしていただければと思います。ナインチさんのコメントにいきます。最上級者と、おっしゃると、まだまだ無縁だなぁと尻込みしそうですが、ヤイロコーチの分かりやすい説明と横からの映像を見ると、ベースのフォアボレーの構えから、肩を支点に腕をそのままブランコのように前に出したところに打点を取るイメージを持てばいいのかもと思いましたが、合っていますでしょうか。これですね。この、まあ、振り子の中の前側、まあ、時計で言うとこの、これ画面的にどうなるのかな、まあ、僕から言うとこの3時から9時に振るような感じなんですけど、3時から9時だとして7時に準備して9時に振るみたいな、まあ、そういう感じなんですけど、先日のグループレッスンで教えていただいた動きですが、体に覚え込ませるにはまだまだ至っておりませんということで、まあ、またね練習しましょう。ぜひ練習ねやってコツをつか一回コツをつかんでしまえば、まあ、やることは一緒なので、まあ、そんな難しくないかなと思います。じゃあですね、その前、佐藤軍曹さんのコメントを読んでいきます。トップスピン系ボレーの解説ありがとうございます。私がこのボレーを使いたいと思ったのは、ダブルスの前衛で、反応で打つネットの高さ近辺の時と、ネットとの距離がある。そうですね、ダブルスの前衛で結構使うと思います。ダブルスプレイヤーの前衛は結構このボレー使うと思うんで、スピンがよくかかっている、低いスライスに対してのポーチ対策などです。対抗策か。スピンかかっている低いスライスに対してのポーチ対策だ。そうですね。最上級と言われると辛い部分があります。はい。まあこれ最上級っていうのはね、まあ人によってはすごい難しく感じると思うけど、できる人からすると結構簡単みたいな、そんな感じです。定位置でのボレーは基本のボレーで次を考えています。次は、ね、前にセットして肩を出す意識して、取り組みたいと思いました。でもこれってバックハンドも同じ意識でしょう。あ、バックハンドは同じ意識でいいと思っていますがどうでしょうかってことで、宮柱さんも僕もバックバージョン気になりましたってことで、バックは違いますよ。バックはもう基本的にスライスです。バックのこれは、コンチネンタルじゃあんま使わないかな。厚いグリップでドライボレーするときはもちろん使いますけど、バックの場合は基本的にこの振り子動作ですね。このギロチンみたいな。まあ、これを使うのをベースですね。H バスさんから、いつもありがとうございます。相手の速いボールがかなり高いところに来て、
上から下に押さえるように打つとボールが浮きがち、浮き気味となりバックアウトしがちです。フォアでもバックでも時間もなく面を前で作ってたまたまフラットドライブに当たると距離も伸びずに、速いいい返球ができることがあります。この場合の打ち方は違うかもしれないですが、これもある意味同じ原理かなと思いました。参考になりました。ありましたということで。そうですね。ボールが高くて、スライス回転かける場合は、ボールが浮きがちになるんで、高いボールはどっちかといったら、こう打ちたい。極端に言うと。高いボールはもう下から上ですね。下から前と思っていいんですけど、そうできると、ボールのスピードがめちゃくちゃ上がるんで、まあ、バックも一緒かな。バックもどうしたらこのバックアンドスマッシュ寄りのラケット面をボールに対してかぶせていくような当て方をするとスピードがめちゃくちゃ上がるので、まあ、それもちょっと似てるんじゃないかなと思います。そう、ボレーはねスライスじゃないといけないっていう固定概念がある方多いので、フォアボレーに関しては縦回転トップスピン系ボレーでいいですよと思っています。まあ、スライスでもスライスはもちろんしないといけないんですけど、ね、スライスができた上でこれもあるよ、順番としてはスライスがシュートが先だけど、スライスと思って肘の曲げ伸ばしている人は最上級者ボレーに行けないので、肩を使ってスライスを打ってる人はこれがこういう使い方もあるんだよと思って、練習できればいいと思います。じゃあですね、愛知県のお客様、フォアハンド&バックハンドスライスっていう動画のコメントで、昨日レッスンしたんですけども、JS さんから、コメントいただきました。本日はありがとうございましたということで、JS さんがご本人様ですね、ビフォーアフター見ると全然違いますね、維持できるように、より良くなるように頑張りますということで、コメントいただきました。ぜひね、ビフォーアフターってした時のアフターの方が絶対にいいと思うんですよね。絶対にいいっていうのは、誰が見ても比較した時にビフォーの方が良かったんじゃないっていう方はなかなか少ないと思うんですよね。アフターの方が無駄がなく、太い関節をメインに使えているので、アフターの状態を、ぜひ繰り返していただきたいのと、特に JS さんの場合はもともとその前腕の反射、このこれピュンっていう、ここ使いたくなるので、どんだけこの何それ手のひらのこの膨らみヒールでグリップを抑え込んだまま肩を使って打てるかどうかっていうのを丁寧に丁寧に練習できれば、必ず習得できるので、ぜひ、頑張っていただければと思います。応援しております。またお会いしましょう。宮柱さんから、宮柱さんから、そう、同じ名古屋ですからね、ちょっとですね、間違えた、あら、ちょっと待って、どっか行っちまった。スライスの打ち方はビフォーが、僕もよく似ているので、僕もアフターになるように精進します。すいません、日本語がやや変ですけど、そうですね、宮柱さんのバックアンドスライスのビフォーと、JS さんのビフォーは確かにちょっと似てますね。なので、ぜひちょっとこのアフター側、ケンケンさんも私もスライスがテイクバック低くなりがちなので、アフターになるように頑張りますということで、コメント入れました。まあ、ぜひね、スライスをもともとある程度打てるよっていう人は、この上からのスライスっていうのは覚えていいと思うんですよ。まあ、最上級者用スライスって言ってますけども、ぜひこの最上級者用スライスが当たり前になっていただけると、いいと思うので、練習頑張っていきましょうということで。じゃあですね、どれだっけ。4月の18日の、あ、今来ましたね。今、コメント来ました。宮柱さんからコメント来ました。やるごち、毎日の配信ありがとうございます。1、今回も他の方からの質問により、いろいろと理解が深まりました。特にバックボレー、バックのスライスの時に背屈がほどけてしまう現象は僕の生徒さんでもあるあるなので、早速取り入れてみますので。そうそう、バックボレーの背屈がほどけちゃうのはなんでですかっていうか、ほどけたいわけじゃないんだけどほどけちゃうっていうことで、まあ、打点を後ろに取ればほどけませんよみたいな話なんですけども、2、ケンケンさん、転勤されるんですね。福岡にいられる間に一度はお手合わせ願いたいので早めにまたそちらに行きます。ただ僕の場合はとりあえずテニスができるなら全国どこへでも行く性格なので、福岡にこだわる必要はないかもということで、そうですね、ケンケンさん、今がチャンスじゃないかな。平日、
平日の休みが取れるのは今じゃないかなって感じなんで、ぜひ早めに初志貫徹と読み、丸三ですね、初志貫徹と読み、今は初めの志を最後まで徹底することということで、この漢字がちょっと読めないんですよねって話をしたんですけども、初志貫徹、いやー35位になって初めて聞いたな。あと丸四、がっぷり4つ、相撲用語で意味は熱いバトルみたいな感じですということで、あ、それはもうは完全に初めて知りましたね。そう、がっぷり4つでしたねみたいなコメントあったんですけども、それってどういう意味だろうと思ってました。いろいろ教えてやりたいあります。じゃあですね、心臓バクバクの1回戦ケンケンさんとの試合の動画のコメントで MK さんからコメントをいただきました。なんで九州毎日出らんのですか、福岡室内とかってことで、これはですね、まあ、要はジョップですよね。なんでジョップ出ないのか、ジョップはですね、時間とお金がある方じゃないと出れないっていうのが大きいかな。大体ですね、ジョップっていうのは平日なんですよね。月曜日から日曜日まであったりすることが多くて、僕の場合仕事が、まあ、9時から5時まで決めてるので、もろ仕事に被ってるんですよね。で、その仕事に被ってる時に試合に出てしまうと収入が途絶えてしまうので、しかも今のジョップっていうのは昔と違って、僕が学生の時出てた時は試合に勝つと賞金がもらえたんですけども、今のジョップっていうのは賞金がなくなったんですよ。賞金がなくなったのに出場料は高くなったんですよね。僕の時は多分1万2000円ぐらい払うと試合に出れて、試合に勝てば、僕はその、まあ、優勝とかした時は8万円ぐらいもらえる時だったかな。まあ、大体4万から8万ぐらいもらえることもあって、まあ、大会のレベルによるんですけども、なんでプラスになるから出たんですけども、今はね1万多分6000、5000か6000ぐらい、ちょっとわかんないですけど、全然調べてないんで、確か1万5000円ぐらい試合に出るのにお金かかるのに、賞金ももらえないし平日試合あるしみたいな。だから本当時間とお金に余裕がある方しか出れない。だから僕の知り合いとかでもね、めっちゃくちゃ強いんだけど、その日本ランキング持ってない人とかいますけど、まあ本当ね、その本当にその限られた人しか出れないんじゃないかなと思います。で、僕社会人になったばっかの時は出てたんですよね。福岡県であるジョップの大会をほとんど最低ベスト8、最高優勝でバーってもう結構いい結果出した1年間があって、その時に106位、まあ100位ぐらいになったんですよね。100何位ぐらい ?105、6位ぐらい、まあ、覚えてないですけど、まあ、100何位になったんですよね。100何位になったけど、福岡で全部優勝して100何位までしか行けないんだったら、県外に出ないと、県外で戦わないと、100位以内に入るって無理なんだってなって、よく僕は福岡出てる時に、全然強くないのに、日本ランク70位ぐらいの人いたんですよね。今じゃわかんないですけど。60何位か70位ぐらいの人がいて、その人めちゃくちゃ強くないぞ。だけど、その人県外の試合出まくってたぞ。出まくってるから70位みたいな。そういう人もいたので、ああ、やっぱお金と時間に余裕がないといけないんだなっていうのをめちゃめちゃ感じたんですよね。だからもちろんそのお金と時間に余裕があって、プラス強いなら、もう最強なので、あれなんですけど、出まくりジョッパーっていう言葉があって、出まくってるからランキングある人もいるので、そうね、だから日本ランクっていうのはなんかどういう、なんだろう、どういうシステムというかって疑問に思ったし、だからもうジョップ出ないと思って、まあ一応ジョップでも優勝はして、その九州室内テニス選手権とか優勝したので、もういいかと思ってもう足を洗ったみたいな、そんな感じです。じゃあ4月の17日のタケルームのコメントでケンケンさんのコメントに言います。前に動く、初速の上げ方なんとなく分かりました。一旦肩を壊さない程度にサーブ&ブレー、ネットプレーどんどんトライしていきますということで、そうですね、サーブがより良くなれば、サーブっていうのはケンケンさんのボール自体がすごくいいので、まあ、肩を痛めないためのサーブの動きを習得してから、そこからぜひサーブ&ブレーだったり、チャレンジしてあげると嬉しいかなと思います。じゃあそんな感じで今回のコメント見は終了でいきます。今日はね、いつもコメントいただく秋太郎さんから、秋太郎さんがレッスン受けに来ていただくので4時間みっちりフォアハンド鍛えていこうと思います。楽しみにしております。じゃあそんな感じで今回のタケルーム終わります。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、
レッスンをしてっていう、時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国には、たくさん、悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せてるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、なんでもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法だとも、お伝えしていこうと思っているので、まあそういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだ、っていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。